前橋町が市政について語るテレビ版市長コラム。今回は3つの決意、志高くをお送りします。前橋町が出演し、テーマに沿ってお話しするテレビ版市長コラム。今回は3つの決意、志高くをテーマにお送りします。前橋町、明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。市民の皆様、明けましておめでとうございます。希望と期待に満ちた輝かしい新年をお迎えのことと、心よりお喜びを申し上げます。今年もこのコーナーでは市政について分かりやすくお伝えしてまいります。どうぞよろしくお願いいたします。さて市長、はい、昨年は対話、前進、決断をテーマに市政に取り組んでこられましたよね。はい、まあ、昨年いろんな場面でですね、まず市民の皆様からお声をお聞かせいただく、そういう機会がございました。ではそういった声を聞く中で、何か市政に反映させたものはありますか？そうですね、カラスの高台防災公園、まあ、こちらはですね、地元の自治会の皆さん、あるいは地域審議会からも直接ご意見もいただきました。そういう中でですね、あの場所に高台ができればなという、まあ、避難場所としてということですね、そういうご要望をいただいておりました。まあ、そこで道路の整備だとか、河川の浚渫で発生した土砂を有効に活用した高台の整備という構想を決めることができました。また長谷川なんですけれども、こちらはですね、地元の皆さんから大雨とか台風の時に、まあ、避難勧告とか避難指示、これをもう少しですね、実態に見合って、きめ細かに出してほしいなと、まあ、こういうお声がございましたので、これも昨年9月1日から避難勧告避難指示の発令基準と、それから対象地域の見直し、これを行うことができました。なるほど。特に防災は市民の皆さんの関心が高いですからね。そうですね。そして中心市街地においても、昨年9月に中央公民館が2センターパレスにオープンするなど、こちらも皆さんの関心が高まりましたね。そうですね、中心市街地の商店街の皆さんとお話しする中で、せっかくですね、公共施設をオープンをして年間9万人の方がお越しいただくわけですから、その方々に街に出ていただいて、お買い物とかお食事をしていただく、そういう何か仕組みがあればなと、こういうお話が台湾の中で出てきましたので、それならということでですね、中心市街地ご来街感謝券を発行することにいたしまして、周辺のお店で特典が受けられるようにいたしました。なるほど。これまでいろいろな取り組みが対話から生まれたわけですが、今年はどのように取り組んでいかれますか？そうですね、これやっぱり対話で出てきましたアイデアをですね、なんとかこう実現する、このためにはですね、やはり市職員も必ずしもやらない理屈をですね、並び立てるんではなくてですね、できる方策を考え出して具体化をしていくと、そういうことを進めてまいりたいなと思ってます。そうですか。それでは具体的にアイデアが形になりそうなものは何かありますか？はい、今ですね、千歳山についてお話をしたいんですけれども、実は市民の皆さんから、これは公園としてあそこ散策できるようにしてほしいなとか、あるいは自然と触れ合う場合も、都市部に残された非常に貴重な自然ですのでね、それと触れ合う場所にしてほしいとかいうようなお話をよくいただくんです。で、実は土地は大部分津市に寄付をもうすでにいただいている、まあ、そういう土地もございますので、これを公園化していくということをですね、今年ですね、なんとかこう基本計画を作って、そうしたアイデアを具体化をしていきたいなと思っております。
なるほど、たくさんの方に訪れていただける公演ができるっていうのは本当に楽しみですね。そうですね。ところで市民の皆さんの関心の高いテーマとして認定こども園という新しい制度もできるとお聞きしたんですが。そうなんですね、まあ、子ども子育てについてはね、あの市民の皆さんとお話しする中でやはりあの若い世代の方々、それから、おじいちゃんおばあちゃんお孫さん、どういうふうにね、幼稚園保育園通わせるんだろうかっていうようなお話よく伺うんです。でこれあの新しい制度がすでにもう法律子ども子育て関連3法というのがですね、24年の8月に成立いたしましたので、これが具体的に新しい制度がスタートするのが、来年の4月27年の4月ということになります。まあ、そこで、津市では昨年12月16日子ども子育て会議というのを発足をいたしました。幼稚園保育園の在り方なども含めてですね、十分にご議論をいただいて、そして新しい子ども園という形にしていきたいなと、こういうふうに思ってます。そうですか。では次に前進する姿勢について昨年の取り組みをお話しいただきたいのですが、はい、特に4大プロジェクトは市民の皆さんの目に見える形で動き始めたのではないでしょうか。そうですね、まあ、あの昨年は4大プロジェクト非常に大きな進歩を進行した年になったというふうに思います。まず最終処分場ですけどもね、こちらは仮設道路の工事は昨年9月に始まりました。10月にはですね、造成工事を始めました。それからリサイクルセンターでありますが、昨年7月に こちらも造成工事を始めました。それから西条、こちらはですね、昨年9月に建築工事を開始をいたしました。それから JR 名松線についてもですね、昨年5月にはJR 東海さんが軌道をですね、整備すると、こういう工事を始めました。まあ、それぞれですね、大きく前に進んだ、まあ、そういう年であったと思います。それから産業スポーツセンターでありますが、まあ、こちらは4月には進入道路の整備に着手をいたしました。それから昨年6月には駐車場も着工いたしました。そうですか。しかし確か産業スポーツセンターの本体建設工事の入札は昨年8月1日と11月11日の2度にわたって入札が中止になってしまいましたよね。そうですね、まあ、したがってこれについてはですね、設計と積算を再度行うようにすでに設計会社に指示をいたしました。その結果をですね、第三者機関であります公益財団法人三重県建設技術センターさんにですね、確認をしていただいた上で予算を再度見直しを行いまして、そして新しい数字を議会にですね、提出できるよう今必要な手続きを進めているところです。そうですか、よくわかりました。それぞれの事業が一日も早く完了できることを期待しています。4大プロジェクト以外にも国が行う事業も進みましたよね。そうですね、まあ、今あの大きく中西バイパス、それから堤防、海岸堤防の整備、それから河川堤防の整備など国が直轄で進めていただいているものがあるんですね。でそれぞれですね、実は大きな予算が当初予算でついておりまして、中西バイパスで66億、それから海岸堤防の整備、久里浜町屋と赤城浦御殿場ですが、これで8億、それから雲津古川の河川堤防で10億という、ね、大きな予算がついているんですよ。で加えましてね、昨年の3月に補正予算がありまして、それぞれ追加されたことがございましてですね、事業がかなり進みました。まあ、例えば雲津古川でありますとね、ちょうど右岸のカラスの稲葉川の高潮堤防の整備を進めてきたんですけれども、左岸のですね、イグラズ川の堤防も整備に着手された。これは昨年9月に実際に着工したところであります。なるほど、本当にいろいろな分野での前進があったんですね。そうですね、まあ、昨年のそうした取り組み以外にもですね、例えば小中学校のトイレの様式化でありますとかね、あるいはがん検診のですね、検診の受診期間を拡大するといったようなこと、これはですね、比較的短期間でアイデアを実施に移すことができたというふうに思っております。まあ、今年もですね、これまでよりも早く
前進できるようにですね、スピーディーに答えを出していきたいというふうに思っております。まあ、そのためには時間を引き延ばすための様子見でありますとか、あるいは議論を重ねるということはやめて、スピード感を持ってですね、課題に向き合い、そして事業を迅速に進めていきたいと、こう思ってます。そうですか。具体的なものとしては何かありますか？そうですね、まあ、道の駅川上のことを少しお話したいと思うんですけども、これは平成15年に旧川上町がですね、国に要望したところから始まっておりますんですが、まあ、10年ぐらい経ってたんですね。それで昨年の7月23日に、まあ、国の方で、私ども市とですね、協定を結んでいただきまして、これいよいよ動き出そうということになったわけであります。まあ、そこで、まあ、すでにこの道の駅に出店したいとかね、あるいはあそこでイベントやりたいとかいう方々に、まあ、そういう関心をですね、表明していただこうという関心表明受付窓口っていうのを川上総合支所に開設をいたしました。まあ、ぜひ、関わりたいなという方、いろいろなお声をお届けいただいております。来年、今年ですね、今年にはですね、もう造成工事始まって、来年には建築に入っていきたいと、まあ、こんなような流れになってまいりましたので、これはしっかりと進めていきたいと思ってます。それから先ほど少しご紹介申し上げました中西バイパスも、来年度いよいよ津市域がほぼ全通するというような状況になってまいりましたので、まあ、こうしたようなこともスピーディーに進められるよう、しっかりと国に要望してまいりたいと思ってます。なるほど。そうするとスピーディーに答えを出して一歩前に進んだという意味では、ポルタ被災もその一つですよね。そうですね、まあ、ポルタ被災いろいろご心配いただいてまいりましたが、昨年の7月にですね、会社が所有する不動産を市が取得をするということになりました。会社自体は実は10月30日にですね、解散をいたしました。現在清算手続き中であります。今後は被災庁舎などをですね、移転させるための改修工事を進めることになります。では被災庁舎の開設はいつ頃を予定しているんでしょうか？はい、これは3月にですね、改修工事に必要な予算を議会にお諮りをして、それをご議決をいただいた上で、7月にはですね、工事に入りたいと思ってます。で、来年の1月を目指しての執務開始を目指して、総合支所、それから保健センター、それから教育事務所、が津南工事事務所、こうしたような事務所の工事に入りたいと、こういうふうに思ってます。そうですか。そうすると来年の今頃は新しい庁舎が整備されているんですね。そうですね。地域の方々もスピーディーな事業推進を期待されていると思います。はい。それでは決断する姿勢についてですが、昨年はボートレース津で8年ぶりの SG チャレンジカップが開催されましたが、このボートレース津はこれまでと違って随分様変わりをしたのではないでしょうか？そうですね、まあ、これは503億、まあ、場内でのですね、売り上げがあった、これ平成2年度なんですけど、それが平成22年度127億まで落ち込んでた、まあ、4分の1ですよね。まあ、これではいかんということでですね、平成23年度に、まあ、決断をして、新しいこのさらなる設備投資を始めたと、こういうことでございました。まあ、おかげさまでですね、昨年の SG チャレンジカップは、場内での売り上げがですね、6億円、6日間で6億円に達しました。その勢いでですね、今年は実は G1 ツツジ賞王座決定戦、これはまあツツジ賞っていう名前なんですけども、いろんな時期にですね、毎年ずれてたんですが、今年はいよいよゴールデンウィークにですね、開催をできることになりましたので、ぜひこのボートレースツモですね、にもぜひ市民の皆さんをご来場いただきたいなと、こう思ってます。そうですか。経営改善に向けたさまざまな取り組みによって見事な回復を遂げたんですね。はい、今年のゴールデンウィークもとても楽しみです。ところで決断といえば、職員の給与削減についても難しい決断をされましたね。そうですね、まあ、去年国が地方交付税の削減によってですね、まあまあ、地方の職員の給与をですね、まあ、下げるように、まあ、強制をしてくると、まあ、こういうことがありました。まあ、もちろん地方分権とか、あるいは財政自主権、自治体の財政自主権に反する動きだったわけでございますけれども、まあ、しかしながら現実、
交付税が4億9千万減らされるということがありましたので、まあ、過去においてすでに自主的な給与削減で対応した2億7千万の残りになります2億2千万はですね、まあ、昨年10月から今年3月までの給与量をですね削減することによって生み出すと、まあ、こういう決断をいたしまして、まあ、職員にも理解をしてもらったとこういうことがございました。そうですね、国から一方的に与えられた難しい問題でしかも対応を考える時間が限られている中での決断だったわけですね、はい、そして今年も難しい問題に直面することも多いと思うんですが、そうですね、ですからまあ難しい問題を先送りしないこういう姿勢をですね今年も貫きたいというふうに思っております。まあ、困難な課題にですねの前にこう立ちすくんでしまうとこういうことなくですね、何としてもまあ解決に向けたですね道筋を見出していくとこういう決意であります。なるほど。では今後取り組まなければならない難しい問題にはどのようなものがあるんでしょうか。そうですね、まずね救急医療のことがございますね。いわゆる動き出さない救急車という問題なんですけれども、まあ、これまでも地域医療推進室を新設をした上でですね、県立一市病院の3人の医師の増員あるいは救急健康相談ダイヤル24の運用などですね、まあ、かなり進めてきたんですけれども、まあ、まだまだ根本的な解決には至っていないという状況でございます。そうですね、確かにお医者さんや看護師さんが不足していると言われてすごく難しい問題だと思うんですが、はい、どのように取り組んでいかれますか。まずですねこれ応急診療所をですねの整備、これは以前から課題になっていたんですけれども、これにいよいよ取り掛かりたいと思っております。まあ、昨年実は8回にわたって津市応急診療所整備検討会でですねご議論いただきました。すでに提言もいただきました。そこで市役所本庁舎の北西にありますところの県営住宅の跡地、こちらを候補地として新しい診療所の整備を進めていきたいということを考えております。そうですか、動き出さない救急車の問題は私たちの命に関わる大切なことですので、しっかりと取り組まなければなりません ね。 そうですね。ではもう一つ大きな課題を取り上げるとすればどんな課題がありますか。そうですね、まあ、小中学校の校舎のことを、ね、少しお話したいんですね。校舎整備、これはまずは耐震化ということを進めてきたんです。まあ、合併前の平成8年度から23年度までにだいたい26億円かけてですね、津市内のすべての幼稚園小中学校の耐震改修は完了したんです。そこでその翌年24年度からはこの若干古くなった校舎の、ね、大規模改造ということを進めてまいりました。24年度から白塚小学校、神戸小学校、それから一新田中学校3校を合わせて26億円かけましてね、大規模改造を進めております。それから今年度は高岡小学校とそれから被災東中学校の改修増築を行っております。これは合わせて5億6千万ほどということになりますね。で、まあ、こういうふうに校舎は進めてきたんですけども、まあ、もう一つ私ですね何としても進めたいなと思っているのがプレハブ校舎の解消なんですね。でこれはね普通教室がプレハブ校舎になっておるんです。実は西ヶ丘小学校で平成6年からそれから南ヶ丘小学校で平成13年からそれぞれ、プレハブで利用していただいております。ちょっと長いことこの長い間こんな状態が続いているなというのがね、まあ、正直な印象なんですよね。で、まあ、教室は子どもたちが一日で一番長く時間を過ごすところですから、まあ、普通教室がプレハブになっているという状態はですね、なんとか改善したい。なかなか難しい問題なんですけどもね、しかしこれはきちっと取り組みたいなとこういうふうに思っております。なるほど。子どもたちが学びやすい環境を整備することは私たち大人の責務ですよね。そうですね、まあ、今やらなければいけないということにしっかりと取り組んで、そしてそれたとえそれが困難な問題であっても、まあ、ひるむことなく解決に向けた道筋を見出す、そして未来にしっかりと引き継いでいくと、これが未来への責任だと考えております。そうですね、未来への責任、私たちがしっかりと果たしていかなければならないことですよね。はい、
市民の皆さんも同じように感じられたのではないでしょうか。ありがとうございます。まあ、今申し上げました、一つはアイデアを形にします、それから2番目はスピーディーに答えを出します、そして3番目に難しい問題を先送りしません、まあ、こういう新たな3つの決意を念頭にあたって持ちました。そのために市役所職員一同ですね、高い志を持って市民の皆さんにご満足いただけるような、そんな街づくりに取り組んでまいります。どうぞ市民の皆様のご理解とご協力のほどよろしくお願いいたします。テレビ版視聴コラム、今回は3つの決意、志高くをテーマにお送りしました。前橋町ありがとうございました。ありがとうございました。